4月23日放送の虎に翼第17回では、梅子、嫌い若見の夫、哲夫、飯田元介が特別講師として登場します。梅子の様子に異変を感じた虎子、伊藤すなりは哲夫の言動に憤りを隠せません。そんな中、梅子のスンとした表情には衝撃の真意が隠されていた。出た弱スン顔、スメ子さんのスンにも何かありそうだね。虎に翼第17回4月23日放送。見どころ、1、梅子の夫哲夫の言動に憤慨。2、梅子が夫に対してスクンの香るその真意とは。虎に翼第17回4月23日放送。ネタバレ、特別講師として弁護士に大場哲夫、飯田元介がやってきます。哲夫はなんと梅子、平井若見の夫。梅子、平井若見の夫に対するスクンの真意は驚く。トラコは梅子を見るとなんとスンの顔をしています。哲夫の授業の内容は、未婚の女性が犬に噛まれて顔に大怪我を負ったことを両親が訴えた事件の慰謝料について。未婚と既婚の女性が犬に顔を噛まれて大怪我をした際の慰謝料の問題を学生たちに問う哲夫。未婚女性の将来を思えば多額と思われる慰謝料でも安いか高いか、伊藤哲夫。学生は議論します。そんな中、哲夫はうちの妻梅子ならと笑います。梅子を貶めるような言動の哲夫と、それを聞いて喜んでいる様子の男子学生たちに憤りを隠せない。虎子やよね、どい志久しなし。講義を終えた夫哲夫は帰りは遅くなると言って去っていきます。梅子はすっかり諦めている様子で、なんだか納得いかない。トラコ、梅子と夫の夫婦仲は険悪なようで。虎に翼第17回4月23日放送の展開予想。スメ子さんの夫で弁護士の大場哲夫役は飯田元介さんなんですね。あほう、なるほど。おにぎり梅子さんと夫の関係も何かあるね。ヨネの生い立ちや法律を学ぶ理由が明らかになり、今度は梅子さんにスポットが当たります。いつもみんなにおにぎりを作ってきたり、とっても優しい梅子さん。梅子、平井若見が夫に対してすん顔の真相を、実は夫の言動に傷つきながらも何も言い返せないようです。梅子さんのすんの顔には夫婦仲が現れてる。梅子は一歩家から出たら気持ちを切り替えて大学に来ているのに、夫が現れたら現実に引き戻されてしまうよね。なんで来るのさくらいを持っていると予想 W。 そもそも夫婦仲が良くて今日大学に行くよと夫から一言あって、梅子も虎子たちに話をしていたはず。梅子が法律を学ぶ理由は夫確かし、虎子の怒りをきっかけに梅子の中で何かが変わり始めているようです。梅子が法律を学ぶ理由は夫かもしれません。梅子は夫と対峙するのか、梅子さんは今後の身の振り方など考えているのかもしれず、注目です。